お待たせいたしましたバージャン最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏これより B 卓戦の模様をお届けしてまいりますさあおいプロ、はいえー、A 卓戦で非常にやっぱりいい打ち筋を見せていたけど負けてしまったお二人、うん、そうねあのいいところすごいね輝く光り輝くものは結構いくつか見えたんだけど、はいえー、あのやっぱり最後にね その上がるか上がらないかってちょっとした運があるからねそこであ大きい手を上がれなかった2人った人て感じするよねそのお二人にもう一度のチャンス、はい、そしてあと2人は初、ね、あとはあの年齢的にもねあの2年生と1年生が今度出てくるので、ねね、なんかこうより緊張し合わなきゃいいなみたいなすっかりお父さん気分でございます。<laughs> <laughs> 佐藤さん弓田さんの三年生そこに一年生の島村さんと二年生の長沢聖羅さんという組み合わせになります、うん、いやー1年生二年生のブキドキ感がねもうみんな可愛らしくて全員キちチン挨拶もきちっとできるし、はい、もうね全員優勝しようよっていうぐらいみんな可愛いのね <laughs>、はい、どうしたらいいんでしょうどうしたらいいんでしょうね、はいうん、困っちゃいまし困っちゃいます、うん ビートクからはまた上位2名が決勝に勝ち上がりですが、うん、今度は3着4着がここで敗退ということになってしまいますので、ね、本当に残念、はいうん、負けてほしくないそうですね、うん、皆さんも気合入れて応援していただければと思います、うん、さて皆さんの準備はできているんでしょうかどうでしょうどうでしょうかなんかあったおできたかなできたかもしれません<お>あ、できたようですねさあそれでは参りましょうかお待たせしました 麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏 B タク戦対局開始ですさあまずは座り順ですちーちゃにえ初登場長澤セイラさんな、うんちゃに佐藤えみなさんシャーちゃにゆみた林さんそしてペーちゃこちらも本日初登場島村奈々さんとなりましたトーン1曲ドラローピンさあセイラさんの親番です。タートマリ中に教わった麻雀王確かに なんかゴ見てるとマリチューっぽいねやっぱりマジャン行き二週間ですよ二週間大丈夫ですかねあ力強く打ちました一団目んいいよ、うん、さあ佐藤さん湯田さんはすでに一戦戦ってます気持ちの面でも落ち着きが違うかもしれません、はい、それはちょっと違うと思うねやっぱり今日いきなりこう打つのとおおなんだ一二三四と一<っ>うんあ島村さんちょっと ちょっと手つきいいぞ気合がねあのね、島村さんだっけあの子供教室ニューロンのそうですそうですやっぱりそうなんだちょっとわかるんだよねやっぱりうん。ちょっと違うなやっぱり手つきで麻雀パイに親しんでる感じが伝ってきますやってる感じする子供教室って響きがいいよねだってもうみさちゃん通えないんだよいけない子供教室だから通いたい無理です無理か無理ですそればっかりは無理です さあ、ピンズ切ればいいシャンテン、ローピンがドラうんヤンピンはい、三巡目にしていいシャンテンですヤ、うん、<laughs> ンピンが出て、佐藤さんが仕掛けましたこれもなかなか積極的、うん、さっき一回戦やられちゃって、はい、体が温まいってきてちょっとこう慣れてきたんで、盤もねうん、うん、普段自分らしい麻雀を打とうっていう感じになってるよねうん、うん、きっとねうん。 佐藤さんが積極策に出てきました。両ピンポン。いいんじゃないこう先手打っていこうっていう。はい。白が出て。出たね。ぽん。二つ目の仕掛けです。これで、トイトイになってもよし、そのままでもよし。うん。さあ、こちらもとい詰めてきましたか?弓田さん。そうですね。これで。ポンされた白を切って。はい。島村さんもう早いもんね。あ。 とここが発をね、はい、こう泣くかどうかもちょっと楽しみなんだよね。えええセイラさんうね。発、うん、泣くとジャンとはなくなりますが役ができる。広くなるし役ができるし。どちらがいいですか？ないどっちでもいいですね。泣かないメリットもあるんで、んやっぱりリーチツいつもイペイコーとかね狙えるんで。統一、うん、でいいシャンテン。シートいつか。なるほど。うん。 ヤンマンはいらないですか？チーピンもいらないか？そうだね、危険度で言ったらチーピン先に切った方がドラの側なんで怖いので、はい、うん、合ってると思いますよ。<え>やっぱえー、二週間でセイラーちゃんすごいね。<ー>うん、頭はいい、飲み込みが早いって話ししたね,でね。そう、マリッチョが言ってたさ、なんか頭いいからって。<laughs> うん、いずれ姉妹対決の。そう、いいね、それいいね。い こちらはいいシャンテンこちらもいいシャンテンです広くなったねはい六球層の部分がそうずりゃんめん残します、はい、さあここがちょっとうん急所がねいくつかありますよね仕掛けですかいいピ,ピンポンこれで天敗ですね三<ー>つの相手はいリャウンアンマの天敗ですはい、ね、リャウンマン山に二枚佐藤さんが先に天敗を入れました ただ、由美田さんのウーワンが、なんかいかにも発射台みたいな、ウーワンなんですよ。一二三五で、ちょっと余りそうなんです、ね。そうなんです。あ、ここも。ここのリャンマンがよく止まってるね。そうですね。セイラーさん、打っちゃいそうだけどね。まあ、打っても千点なんでね。はい。別にあれなんですけど。え<っ>、よく止まってるね。あら、くっついたよ。お。これは。うん、いいんじゃない、キューピン。六ブロックの形です。うん これも、なんかわかんない、この手。<laughs> どうしましょうか、うん。あ、手が止まるとこはいいね。あの、難しい手なんだよ、これ。はい、難しいですよね。うん。統一<ー>手はほね、あの。ピンズを打ちたくない、っていうのがあるんだよ。はい、ピン詰みつないでるから。はあ。そうですね。リャンピン、白、はい、イーピンをポンしてる佐藤さんです。そう。だから、あ、リャン,マン、ャンマンのね、これね。これ全然正解。<laughs> これで報酬となりました。うん、佐藤さんの上がり。はい。白のみの千点です、はい。全然オッケー、千点。は え、長澤セイラさんからの上がりになりました。はい、や、佐藤さんも面前よし、うん、仕掛けよし。うんね、そうですね。上手に仕上げましたね。あの思い切ってね。リャンピンからポンっていうところがね。思い切った作戦成功しましたね。はい。うんはい、さあ、トン二曲上がった佐藤さんの親番になります。ドラチーワンです。うん さあ親番の手配はどうでしょうか。こちらです。総ず一メンツ一ジャンとでドラリアンめ。お、ママだね。うん。ぽちぽちいいピンシャーあたりからでしょうか。第一つもは。そうね。もういらない字タイトルが来ちゃうかな。はい。はい。正解。あ、すごい手だ。ユミタスさん。結構できてるね。ドラもチーワンドラドラだよ。あ、チーワンがドラ。ピンズ伸びてもよし、マンズ伸びてもよし。三蔵からいった。うん。いいよ。 島村さんパワンがあんこちょっとゴツゴツしてますねそうねし仕上がったら面白いことになるねはいちょっとセイラさんの手がいまいちだけどメンツ一メンツ、えー、ただ上手に打ってはいる今のところに、はい、もう麻雀歴二週間とは思えないぐらいそうですよね、はい、全くそう感じさせないうんといつ4つとも取れる難しい手ですね、はい、チューマがドラうん とりあえずはドラを固定する選択ですねはいドラはね使いたいからねはい最初はそうだよねうんイーソが来ていいねうんうん、うん、まあソーズが両面にでもなれば、うん、いい手ですよねそうだねおこれでいいシャンテンだよ三ピン切ればはい三万切ってもいいよ 何切る？タイヤマンのか。んあ、リャンマンと言ったんだ。へ、えー。あ、かなり統一交通用に選択肢ね,ね。そう。そうして、あとは鳴こうとしてるよ。ほお<ー>。うん。ポンしてって、キューピン切っちゃおうかしらっつって。そういうとこはちょっと見,見えるね今ので。タイヤをでドラ使って。そうですよね。うん、ドラがありますから、うん、仕掛けてもいいんだそうですね。いいんじゃない？どうなる？ お、両面になった。上手。キュピン切ればいいのかしら。何を切ればいいんだろう。ちょっと。キピンはちょっと、うんうんうん、あ、上手だね。はい、うん。いろんな可能性の、ね。難しいなりの手なのにちゃんと打つね。お、セラさん<タ>メンツできました。白かいいピンか。いいピンから打っていきます。ここも。 面白い形になってますね。パーピンは残すんですね。残、うん、してるね。さあ、全員ちょっと一工夫必要そう。はい、そんな手配です。そうなんですよ。ちょっと本当に難しい手なので。あの、仕上げんのに一工夫必要なんだけど。いや、それ、なんでこのスピード打てるんだろう。見習おう。上手だよ。<laughs> 今度は。 どれ受ければいい？ピンズが伸びてきますか？そうね。もう目一杯。まあ目一杯打ってるね。きた。はい。ここでメンズできました。はい。シャンテン。さあどうだ。ポンしたいんだろうなきっと。ここは逆にパーピン出てもスルーしてるんで、パーピンポンして E ワン切りがあるんだけど、はいえー、それをやらなかったんで。はい。やっぱここはリーチしたゃんだろうね、うん、島村さんは。うん、ドラ。 このドラがお荷物でやっぱ食おうとしてる、ここも。そうですね。急ゅうって対応にしたい。そう。なるほどな。ドラ使いたくて、形が難しい手はもう仕掛けていく。はい。だったら対応だと。そうだね。狙いがはっきりしてきました。寒地磯の受けは残しますか。悪くはない。そうね。かん、六七八も見えるのかな。ほら、見てるね。残してますね。三十。上手だね。はい。 マーシャル歴2週間上手だね上手ですねお姉ちゃん教えてくれたんかないっぱい <laughs>、うん、お姉ちゃんもどんどん上手になってるからね今お横に来ましたかそうですねリャンピンかパーピンを切ると一応受け入れが広いイーシャンテンなんだけど打点で考えるならリャンピンかなイー<お>ペーコーがあるからーおーできてるねしっかり選びましたさあ,あピンズが3面ちゃん来た,来た ハーバン打って素直にいしゃっンハーバンを打つと一番広いがドラがチーワンなのね。ああそうですね。だから気持ちよくなるにはチーワンを引いて。<laughs> <laughs> だからこれ難しいんだよ。ハーバン以外から選ぶことも考えられる。う、うん、お,お。だ。ケンよりー。一番大きくいった。これはいいよ。これはドリームあるよ夢ある。これ決まるとハーバンクラスですね、うん。いいね。これはもう一撃で決めちゃうわよと。うん。いやーこのいイソ選びは。 いいですね。ね気持ちいいですよ。これ決まったら大変だよ。うん、さあどうだ？いやいいよ。G ピンはつもぎります。うん、はい。六七八を見つつ。なんだか面白くなってきました。こちらパースお切りでしょうか？こっちはそれともドラコテ？ドラコテ。固定するか。ドラを固定するメリットは本当打点がね、数ー,ーパースでもいいチートイツの。はい、うん。とにかく一撃で。 決勝決められるいや面白くなってきました、うん、どうだここは現在十0巡目ですが、はい、ゴールまでに形になるかおまだここでもまだドリームが、うん、夢を追ってるね高い手が好きっぽいはいリャンウーマンの受けもできました佐藤さん、はい、いや全員あと一枚二枚で上がりが見えるんですよねそうなんですよねだからどうなるんでしょうかそう島村さんはやっぱり効率がすごくできてるねええー お来たぞ。来たぞ来たぞ。一歩前進一歩前進高くなってるぞ。はい。ドラガともでもないのか。ドラはそうですね。セラさんユミタさんが、ね、欲しいドラがもうないのか。でもないことわからないからね。そうですね。プレイヤーは。おトイツ手は残しますか。まあわかんない。これは残。ああ、ね、保留してる。素晴らしい。これがだからそうメンツ手とチートイツのを含めた一番いい打牌なんだけど。うん これですねチーワンがないんですねそうそうなんですただ難しいパイシーね来てるのにみんなよくできてるよはいしかも洗濯は早いですねうつの早いんだよ早いんだよ早いんだよや島村さんなんかきっとね教室でこういうね勉強はしっかりしてらっしゃるんでしょうねオーディアンマン来ましたこれは天ンパってんじゃリーチかイスソマチリーチ これは親だよ。親です。場にはイソが三枚ですが、イソ一枚残り、スーソーも一枚残りです、うん。やっぱり泣いたよ、これ。はい、ユミタさん、三万ポン。ユミタさんはね、泣くと思ってた。うん。うん、泣くと思ってた。いやしっかりあのドラを確保して、はい。イジャン点ですが泣いていきました。しあ、島村さんはスーソー浮いてたのに止めて降りた。<む>やる。やる。これ上がられたら。ら もう振り込んだらやばいからねドラドラだからね親でや島村さんは A 択抜け番でここから麻雀スタートということですけど、うん、しっかり見えてますね見えてるもう一度 E1 か粘ろうか考えつつ E1 切ってうん、うん、ソーズが通ってないからね、うん、どうしようかしらとその後ソーズどうしようかなということか1とす一個進んだよ どうする？一閃点パースを当ててセーラさんどうする？パースリーチの顔を見てベタ折りまで教わってるかな？2週間で。そんな。そ <laughs> うでしょうね。ベタ折りまで教わんないでしょうだってマジ。どうやって教わんだろうね？2週間って。2>, 2週間、うん。これはどうきたう？嘘を聞きました。おつまです。これは。買ったのは休みイーソの方。いや高いよ。はい。で<も>リーズも、うん、ドラドラ。 裏ドラ裏ドラも見る必要ないかを見ましたねディーズもドラドラ<っ>裏裏見必要あった六千オール六千オールだね佐藤さんここで大きく決まりました裏ドラ見る必要ないと思ったけどね <laughs> あったね六千オールになりましたやるねディーズもいやいいですねドラドラ裏裏さあこれで大きく抜け出しました佐藤さんです 八局マージャンになりますので親番連チャンちゃんはありません。ユミタさんに親やが移ります、はい。やっぱお名前がね、やっぱそれぞれね独特というかね。はい、最近の子はみんな可愛らしい名前が多いよね。本当、うん。減ったもんな。ら僕らの時代と全然名前は変わったもんな。<laughs> みんなな何,何子ちゃんだったもんな。はい、このね、うん、私の頃はユミちゃん。 あーなるほどねミカ、うん、ちゃんとあーなるほどねでも子もいましたねるるいるいたでしょまだはいヒロコちゃんでもカリンちゃんだよかわいいうん皆さんね芸能人みたいなお名前ですねで親がカリンちゃんだからすごいよねドラ六万ですはいうん大発がといつナナちゃんセイラちゃんセイラちゃん エミになっちゃうん全然ね,ね <laughs> そんなところでも毎度こうね。ギャップを感じるこの大会です。もう本当にね年取ったな。高春ちゃん。高春ちゃん。高春ちゃんは結構先進的な名前だったんじゃないの？そうかもしれないね。確かに高春ちゃんは今でも通じるかもしれない。 さあ手配どうでしょうこ,れ、はい、この手がいいんですよねこの手がそうだね初でだドラがねはいないので島村さんどういくかだよね初泣いていくかしらそんな感じどうするでしょうね、うん、おそらく教室で習っている麻雀は親で連チャンできる麻雀だとは思うのであそうなんだよ結局そうなんだよね、うん、お、初 ハツが来ましたね。これを切ると、島村さんが泣くかどうか。そう。に、うん、みたさんまだ切りません。島村さんの手はない。あ、泣いたらイスマンウーマン。はい。お、ここにもハツが来て出て？出たよ。泣かない。泣かないほら。だからメンタンピンみたいなのを狙っていくのかな。うん、うん。ドラがロウワンなんで、多分彼女ドラが一枚でもあったら泣くかもしれないけど。はいええ この手に相手もつまんないなって思ってるはずなんだよね二枚目二枚目は渋々ポンだねはい泣枚目は渋々ポンほらこの渋々ポン感がさやっぱり泣くことは分かってるけど、はい、泣かなくてもいい手であってで二枚目だから泣くっていうのはね、うん、結構本当にやっぱり打ってんなっていうそうですねやってんなって感じするね <laughs>、うん イーマンが二枚、スーマンが一枚、うん、ウーマンがゼロです。さあ、テンパイが入っているのはなんちゃの島村さんです。はい。お。海田さん、ここで両面ターツができましたが、このスーマンが宝珠。うわあ、マジ全部分かってんだなぁ。初の実の千点です。うーん。一数ワ,ワン、うわ。難しいですよね。イスワンウワンあのマッチは難しいんだよ。うん、変則三面ちゃんだからな。はい。 やるな。さあ親番です島村さん。はい。教室の仲間には今日の出場は言っていない、うん。言ってないかいっていう。<laughs> うっ待ってんのかなと思ったら突っ込みを。はい、私子供教室行っててーっつって。まあじゃあ普段勉強しててっつって。でも言ってません。はい、本当に言ってない,みたいでしたね。言えよっていう。<laughs> 言えよっていうね。ちょっとあいっぱいすぎて何聞ていいか分かんないんだけど。アラリアンシャンテンですか。ドラトンです。 これはねレアンシャンテンなんでーんまあ想像を切れば三三かチーソー切ればいいわっていうあもういいシャンテンだ3三ンンチーソー切ればいいけど関連マンがつまんないわって思いながら三七槽を切る人かまあ E1 切るなんていうことはねないと思うよ。ちょっと選べまませんよね、ま、だねそう E1 なんて切ったらもうちょっと多い高春になっちゃうから <laughs> あのおっそ上がんのおっそってなっちゃうから。あでもやっぱり <laughs> のでも悩んでますよ、ねうん。いなんだよ。うん、そのここで三蔵ちそうん、や首かしげながら、うんうん、難しい手だってことは理解してるんだから偉いよ。おえおこれなんだどうするんだ？ドラガートーンですね。ちゃんたですか？セイラちゃんなんちゃだよね。はいそうです、うん。いいんじゃないポンポンっていけるかな？このポンポンって最初にねポンって結構ねちって 順番待ってくれるじゃない。はい、次の番自分だから。そうですよね。ポンは他の人がもう手つもりに言ってるから声出すの難しいんだよね。割り込まなきゃいけないんだよ、ねそ。そう割り込そう。<お>さあ端に端に寄ってきました。<ら>ドラを打っていきます。うん、いいんじゃない思い切りがいいよ。そうどうなんだろう。三田さんも自牌がたくさんありますが重なってるのは初だけ。はい。そうね国士っぽい。 感じかな島村さんは「関連ンが気になってましたがそこが「両面になってます」お、いそちょっとこれ難しく何これ何ウソ同金何9万どっ九万からこれポンポンって言えるかな割り込むのは本当にね初心者の方はね一番難しいんだよポンが。ポンって言う人がもう手伸ばしてるとポンって言いにくいから。でも難しいす でしょはい。これどうするんだろう。二週間。マジアレキ二週間のセイラーさんは。ねえうん、ね。う泣ける範囲は白南九品いいそう。これこうやって無言でマジアーやるのってすごいね、緊張するんだよね。うお姉ちゃんがさ、マリチューがやってる番組はさ、マリチューゃ <laughs> マリチューずっと喋ってるんだけどさ。はい、あの。これ多分ね。みんな緊張してると思うよ。うもう少し喋って、おしゃべりしていいのにね。<laughs> 卒もぎりましたお菓子食べながらやればいいのに、ね、<laughs> みんなほらこれこれすっごいこんなさおとなしくやったら緊張しちゃうよいやいやいやうん全自動卓かかってますからか真剣ですよみんななんか言ってたなお姉ちゃんにプレゼントしたいって言ってたよあそうですねうんそんなそんな兄弟愛ある発が出てえみたさんは泣かない、うん、泣かないうんまんずみますか、うん トンナンシャーペイはトンとペイが場に1枚ずつあペイはドラ表示杯含めて2枚見えてますねこんないい話あるあお姉さんほらみんないい子だねってコメントきたよいいだ,だってさかってお姉ちゃんにプレゼントしてさ、うん、そんなかって大井さんにプレゼントするっていうさうちの会員いねえのかよ <laughs> <laughs> いてほしいですねんとだよ。あ、ろうそくっついて こうなるとどうするんだろう。一ピン三ピン切るのも手だな。形か手役か。難しい。難しいですね。だっても全部ブロックがほら一二三四五六七ブロックになったんで。はい、二枚ずつ。どれかを切んなきゃいけないんで。そうですね。七、うん、ブロックで上がれるのはチートイだけです、うん。これ難しいね。<お>あ、何を切った？自家製の何？うん。やっぱりもうポン今まで出てこなかったんで。 切って。横の、あれを作ろうと、ええ。うん、柔軟な形にするんですね。な、はい、を合わせます。はい、島村さん、いい形に変化してます。島村さんがね、そうなんですよね。ああ、ドラス、切ったはです。うん、これはまあ、しょうがないね。うん、うん、あの時はいらないはだったから。はい。佐藤さんもまとまってきました。缶ウーマンが欲しい。はい、お。 お、これはテンパイですねテンパイだね、リャーウーマンだねはい、お気づくのが早い、リーチの構えかおモーションがリーチだ、リャーウーマン待ち、うん、あれ本人のモーションね、あれ本当はカメラ入ってなかったらもっと早いんだけどはい。一応カメラだから、<laughs> あのそうローピンを一番右に持ってってっていう確認、<年>そう確認してあれだからね、<ー>相当早いと思うよ本人、普段 いや、大事ですよね。その確認して、後悔しないように打つっていうのが。うん、そう。あと数ピンはかんできるけど、中ワはかんできない形だなと。うんうん、リーチ後に。いろいろと確認事項した後、リーチしてるんで。うん、この子は多分、そこれ一年生だっけ、この子。島村さん一年生です。うん、まあ、少なくとも、今日勝つか勝たないか、運もあるから。ちょっとわからないけど。うん 一、うん、年生でしょう相当あこのままで続けてくれたら二三回優勝するんじゃない <laughs> それぐらいもう相当打ち慣れてるよさあこれでリアム1枚減りました,た三田さんつかんだけどこれはもう降りるかなちょっとバラバラなんですよね,いね自配がねリーチに通ってないんだよねああんまり。あ意外と自配で降りるのも難しいんですかあ、イーソワンコンだったのはい。どうすんだ 九ピンか、おお、なるほど。リーチの筋ですね。ラウマは残り、リャンマ一枚、ウーマン二枚となってます。ドラ。打ちました。二枚切りです。この、りゃん、ここ、りゃンぴんと一数万でしょう。あ、掴んじゃった、これ、しょうがないね。つかんだ。これ打ってもいいよ。しょうがない。これ、しょうがない。長澤さんは行く手でした。今のところ、リーチだけ。リーチ。なっちゃった。あ、裏が一枚ですか。三千点ですね。三千点だね。はい。しょうがない。 島村さんがセイラさんから三千点の上がりです。うん、そう。さあここまで佐藤さん佐藤さん島村さん島村さんと上がって難入ということになりました。はい。さあセイラさん親番を迎えます。難波に入ります。ちょっとまだ表情に緊張感がありますね。あるかもしれないね。さあ頑張りましょう。はい。 お姉ちゃん見てますか <laughs> 姉中、ゅ中,中、妹中ゅうがいる妹モチゅドラローピンですさあ、親番の手配どうだそろそろ取り終わるところですドラローピンドラ1枚ぼちぼちジャントーはペイぼちぼちじゃないうんあ、いいですねぼちぼちだよはい。 まず持ってきて、まずピンズがつながりたいですね。はい、ハツ残すかどうか、うん、いいですね。今から出ていきますいい、ね今。今度も、うん、いいね。みんなうんいやみんな打ち慣れてんね。はい。打、うん、ち慣れてる、うん。大したもんだよ本当に、うん。いい時代になった。 いるもんですね全国にはたくさんの高校生女子本当ねもうちょっと頑張ろうと思ううんおいプロがですか麻雀頑張ろうと思ってそうですかこの仕事やるとね本当にね成績良くなるんだよねこの仕事をやった後は毎月やってくるんだからこれすごいね心が綺麗になるおいプロこのね高校生女子たちの憧れになっていただかないとね だ今回誰一人多いさん好きじゃない。虫返しちゃったごめんなさい。今回もう誰一人多いこれね本当男子高校生でやったらまあまあ多いさん多いさんまあまあだよ。そうかもしれませんね。替えもないんだよね。あのね好きなプロジャン好きなまあジャンシっていうとあの結構さっきのキャラクターの名前が上がったりとかねするんですよね。さきもね。皆ん本当。 あれ面白いからねあれねさあどうした進んでったかうん、うん、ドラのローピンはどこへ行くんだまだねドラのローピンがあ<ん>ユミタさんチートイツのイーシャンってんだなユミタさん<笑><笑>あローピンにくっつきましたいいじゃないいいじゃないおペーペーって切ってるよペーペーですねはいへえタイヤが好きなのかななんかその感じするよねうん、うん あ、メンツになっちゃったチートやったのにあ、拒否しましたねユミタさん、いいね、チート一直線タンチートイツの手なんで急走は面白くないと<ー>これはいいね、打ち筋的にここもタンっぽいぞタンになってきましたね、うん、佐藤さんもチート一直線はいこれでいいシャンテンですまたメンツ 今度は使うかな単葉だからそうですね二三四とか見えちゃうから、うん、一応採用しつつ両面、うん、引いた時にね、はい、何かこう何かが見えてくるんで、うん、島村さんいいシャンテンはいさあペンチャンタツができましたできたね三品か品ペンチャンタツですかまあ一番いらなそうなのは三品なんだけど、うん シンプルにしました、ね。はい、佐藤さんは、りゃんばんを残します。うん、お、来ましたね。あ、ね、あ、あ数層短期でリーチ。そっちで、曲げたのか、真ん中で。四打って七か、七打って四かというところでした。でいや、これすごくない?。三枚山だよ。すごいですね。これやばいよ。はい、数層短期三枚山。え、これ、小ーソだったら、使われてるんだよ。そうでしたね。もう島村さん、小ーソ持ってたもん。 長澤さん持ってきても出ないですしやばくない数層短期弓田さん恐るべしこの嗅覚やおこれ後引っ掛けで言いそうなんか出るもんにはもう絶対引っかかっちゃうよはいだってそう選ぶ人いないもんこれすごいよ弓田さんのリーチはリーチタイヤ落ちといつやるなぁ不さんのないルールなので8000点です、はい、あ <laughs> リータンチータが8000か。そうです。なるほど。<laughs> なるほど。どうなることやら。さあ、リーチを受けたセイラさん。セイラさん、かわいそうにね、うん、どうすんだろうね。これね。ここで三茶四茶だと敗退です。ねえ。うん。ただ、今のところいいんだよね。9万パーワンっていく切り筋とかも全部。いいんだよね。妻に恵む。あ、どれたれだ,ろうだ これでリャンピンかパー1行くとまっすぐパー9層は通ってるそうなんですどれがおすすめですかねおすすめはそうだななんだろうパー,パーソ層9層か、うん、パー1がおすすめですかね、うん、ただチー層が2枚打たれちゃってるんでああ<ー>そうなんですよだからタイヤを2行くにもパーソ層9層はまあおすすめですね <laughs> はい。 さあタイヤ落ちードイツはまだ山に3枚ですがセイラさんが追いつくかあっと恨めた<ー>これは恨めたな、うん、でもしょうがないよな2枚切りだったんでねうんお妹中大人気 <laughs> コメントでリモート中大人気 最強戦のアシスタント、長澤マリナさんの妹さんが今回出場してくれました。うんね、この大会のために麻雀勉強して、さあ、数層掴んだ。きっちりおりますね。九、うん、万は言いません。はい、まだあと2枚いるんだね。そうですね。これね、つまらんと決め手になっちゃうね。おやっ。 被りになっちゃうし。そうなりますね。そうだから、負けてる方が苦しいんだよね、これやられると。現在三着の弓田さんからのリーチ。うん。セイラさんは現在ラス目。そうなんだ親番なくなっちゃうんでね。<お>これで復活して。急走あたりを押して。うん。これでリアンシャンテン。そう。どうなることやら。もうつもががあんまりないんで。はい。 天ンパイレンちゃんというのもありませんのでねそうなんです上がりたいんですよねすよドラドラでサー、うん、ステハイはもうすでに三段目に入っておいいシャンテンになったんでいいャンンリャンピン切るとパーソーだけが振り手になってしまっているが、うん、おすすめ的にはリャンピンかな<今>切れるかなンン難しいんだよこれ金の ウーピンに手がかかるかあの、ね、ドラを切りたくないからその隣か<う>お、そか触ったお、おすすめのリャンピンにそ,<う>それを切れたらもうえらいドラ切りたくないからもうローピンをそうですねそうあ、えらいえらいねらいそこれでね、間違いなきゃいのは、そのパーソンが振り点なんだよそこがちょっと危ないとこがあって十十、はい、目に切っていますね彼に イスウソとか引いた後、マチがウーパーソーローピンになった時に振り点なんだよね、はい、これも難しい、えー、ソウス全然取ってない、ね、そうですね、イ、はい。イウソウも場にはあまり出てないです、はい、ヒントは少ないです、ね、チーピン四切れなんとチーピンが四枚切れなの効率だけで打つでワリアンソウ切りですかいやーわからん三 三蔵切ったねあこれでなんか仕掛けやすそうな形になたそうだねポンができそうですねはいさあしかし数層もまだ二枚ありますよただこれポン材がもうないんだよねギャンゾがないのとウーソもないですか、はいうん、ないんだよねドラドラ一枚ですかね 1>, 1枚いるね、うん、だからもうツモバンがあと二回しかないはいさあどうだユミタさん 積もれないこの選択すごくいいか良かったんだけどねかよかったですねそう、はい、はあと一回となってしまいましたよと短期のリーチは大したもんだよ、うん、なかなかできないよああ天ぱいは連敗できないか悪くないんだけどね打ち方あとはどっかからドラゴンして最大天敗まででしょうか、うんうん、さあこれであと、えー、セイラさん佐藤さんと積もって終局になります これで流局となりましす。はい、お、由美さんは天敗ですね。はい。手を分けてもらって、先天ずつもらうことになりますでしょうか。さあ、八局麻雀で行ってますので、次局は何二局となります。はい。これで、今。トップ目がちょっと抜けてるけども。はい。二三四着はまだまだわからないのでうん、うん。 最後までね頑張ってほしいねそうですねはい。リーチ棒は京卓のまま置いといてというのを島村さんがいろいろ教えてくれてますね <laughs> 島村さんがはいさすがです、えー、この一戦を終えて上位2名が決勝に進出下位2名はここで敗退ということになりますさあ展望のやり取りをきっちりしまして、はい、この後は佐藤さんの親番へと移ってまいります まあしかしオイプロ、はい、1>, え1回戦抜け番だったお二人もしっかりしてますね。やっぱり一回打って、うん、まあ悔しさもあっただろうけども一、ええ、回こうパイになれるというか、はい、上放送になれるっていうのがね、うん、あるのでこれでちょっとね 前のお二人有利っていうのはあるよね。はいはい。はい、一方一回戦お休みだったお二人はどうですか？やっぱりねねあの年、ー、もね二年生と一年生で、はい、やっぱり相当若干不利だなと思ってたんだけど、うん、相当不利だなと思ったんだけど島村さんに関してはねやっぱりジャンレキがやっぱり、はい、抜けてますかね？ね、うん、ちょっと抜けてるという、うん、マージャンにやっぱりずっとやってたって感じするんで、うん、だから一番辛いのはセイラちゃんだよね。<laughs> そうですね。うんそう。 麻雀歴も2週間だし、はい、今も初めてこうやって放送で打つっていう感じなんでほ、うん本当楽しんでしでいよねそうですねマージャン楽しいなと思って、はい、今日終えていただけると嬉しいですねさあ、うん、そ,それで。2> はい、何2曲ドラ「ウーワン」えー、佐藤さんが第1打パワーワンを打ったところです。うん さあ、手配はどうですかうん、まあまあいいねおおここもいいよ、二面つちょいあるはい島村さんもなかなかいい手だねドラがないのかドラが、そうですね、いいねドラウワンですね、はい、ドラ受けは残してますおおこれいいじゃんいいですよおおいいシャンテンだよおカンリアンマンとカンウソはいドラもあるぞうんなんかまたさらに高くなりそうな変化がありそうですう,、ね、うんこの曲を、そうだね、上がれば あの面白くなるね今ラス目のセイラちゃんが上がればええー、この一戦は二着までに入れば OK というところで、はい、なるほどセイラさんにもチャンスは十分です全然あるねただね相手が強いんだよ、うん、そうですねおドル引いたおもう自由佐藤さん親番ですそれ以外のパイがイマイチだけどねあの自敗の部分がねうん。うんうん もう本当みんな頑張ってほしい。はい。うん。初めてのテレビ対局って本当にみんな。おーお<ー>。リアンウッパー。わかるかな形これ。一、e、万切れば一番いいんだけど。はい。これ難しいよ。同じものがねこうやって六個もくるとね難しいんだよ。まあじゃあ<ー>ここ最初入り口だから。そうですね。うん、この三四五六。お<ー>お<ー>。さすが。 さすが優秀できた。うん。楽しみな手になってきましたね。ね。本当に。味<う>わかるかな、三面じゃん。二五八。由美香さんはまだメンツがありません。そこはね、難しい手だね、仕上げるのにね。ここが頭できていいシャンテン。はい。はい。りゃんかんと買ういや、選択が早い。早いんで。やってっから、あの子は。うん。うん 一年生でしょう。恐ろしい一年が出てきたな。本当ですね。島村時代来るぜ。<laughs> <laughs> 本当に本当に今来るぜ。一回戦抜け番から、うんうん、ここで一気に勝ち上がって。もう見て強いもん。はい。うん、現在二着目です。やめになった。はい。もうこれ見てあの速さ。迷わず。もうやってるって感じするじゃん。うん、うもうわかんないでしょ。こうなったらさすがにもうさ。<laughs> 二重眼の子だよ <laughs> これ見てる人も分かるでしょ球装、ね、<の>を打ってきました、うん、これが分かだかタンヤオ好きだね、うん、きっと、うん、セイラちゃんはタンヤオが好きすごくその一球自敗の統一落としとかをするのが結構体につ染み付いてるというかうん、うんうん、さあ4統一なんですねイー e ンできました これ難しい、つモぎりがいいのかこれ永遠のテーマチーソーの周りもあるんでそうですね、はい、スーパー枚斬れ難しいね、今のさあ、親はまだ自配が余ってる状態確かにスリムにしてますね、はい、スーパイから切っていってます、はい、おこれは天ンパイで、ウーピン切ってリーチかなうーん、実践的だね 関連ピンマチのリーチです。これ E1 入ると三色とかなんだけど、うんうん、あのね E1 がもうバリ二枚出てるんだよ。それをちゃんと確認してチラッチラッと見てからリーチしてるんで、彼女は変化の可能性少ないなら即リーチと。これ打っちゃうねリアンピン。弓田さん引っかかっちゃうね。関連ピンマチは山に二枚です。うん、出上がりも期待できそうです。三ピ,ピンをすっとつむぎった後だから。 マンズがどんどん難しくなって難しくなっちゃったどれギャグーパーマングパーマンの形ですがほぐしていきます、うん、なるほどリャンピン残り二枚リャンピン2枚ですうん皆さんのコメントの方はこれまでの出場者の思い出を <laughs> <laughs> 語ってるようですね本当そういやこれでも逆にはい。 上手い人が、放銃しちゃうと思うんだよね。ええ、筋待ちって。はいはい。あの、筋を知ってる人が打っちゃう。うん。うん、だから、打っちゃった人は、そう。マージ雀ン結構やってんなっていう感じもするんだよ、ええ。確かに。どうすんの?。何切る?。急走?。急走切りたいんだな、多分そうですね。一度落としにかかっていた急走。うん、そうあんまりね、タンヤオが好きなんだよ、きっと。うん、ただ、その間にリーチを受けて、うん、しまったので。うん、どうしましょう。 数層を選びました。いったね。二着目の島村さんからリーチが入ってます。うん、まだそう二週間ぐらいとねベタ売りなんていうのは教わってないはずなんで、そう。そうですね。だから先にリーチされちゃうとね難しいんだよねどうしていいのか。困っちゃいますよね。はい。むい佐藤さんはしっかり降りていきます現在トップ目です。はい 佐藤さん本当にねあのね降りてるのはまあまあできるんでだけどはいあの佐藤さん第一弾のパワーワンスーピンっていうその序盤安全牌を抱えながら進めてるんだよねこの曲、はい、これがなかなかね年季入ってるっていうか年季入ってるいや本当本当ベテランっていう感じするんだよねいや経験値のある打ち方ってことですねそうできないんだよねこれねうん,うん。 はまずは地敗打って形を作っていきましょうって、はいはいうん、申し訳ないけどこういうこの打ち方ができない上流プロも結構いるんでおー、うん、リードを守れない時あるんだよねさあ長澤さんいいシャンテンにはなってます先ほどスーソ打ちましたねもう一度打ちましたもう一回打ったね <laughs> ウーソーが枚切れてるんだけどもちょっと難しい選択あのマンズのチーワンの部分がもう 少し早く切れてると形がどうなってたかはいはい佐藤さんは考えながらも筋のパイに手がかかる筋だねこれはギャンピン持ってきたらどうなるかですねギ、うん、ャンピンまだ二枚山です変わっていません、うん、さあおここに来ました掴んじゃったただウーピンが打てるかいやーわかんない,いよそうこいうのはわかんないうん。 チーマンを打つかお、ソーズ触ってるぞ手がかかってるのはソーズですねお<ー>お、素晴らしいえらいあまりはいり牌を打たずにシャンテンピープユミタさんがウーピンポンしますお父さんになっちゃったよ <laughs> えらいぞえらいぞ<な>えらいぞセイラいやれ、なかなかできないんだよ、うん、あ,あれねせみんなね、麻雀に慣れてる人はね普通でしょって思うかもしれないけど これこういう方順いくらでも見てきたんで。はい。偉大。さあ終盤戦になってきました。島村さんのリーチ、由美田さんの仕掛けも入りました。はい、ピンズから選ぶか、ソーズから選ぶか。難しいね。今数ピン先通ってるパイなんだけど、はい、その一、e、ピンぐらいは。 ておくと234になったりするんで、この手はや、うんぞうと三蔵引くといいことが起きたりするんで。ただ、テンパイ量も大きいんだよね。そうですね。こうなるとはい。これはちょっとどうなるんだろう。これね。リードになっちゃうと。これおこれ。これでローソを打つとね。2。差しの3色13点なんだよ。はい ロース行くんじゃない？ホおーリャンマンとリアンソンで三色。オオリアンゾンは場に出てるけどまだいるんで。あー、いないのか、ね、ア<ー>リアンソン。もう。リアンソン順からだ。辛い。ただ天杯ぐらいはね、ねリアンパワー1で天杯ぐらいさせてあげたいね。はい。チーマン打てますからね。ユミトさんしっかり降りたな。うん、島村さん積もれず。これで残り一順です。 あー意地悪だね本当にそんなにマンズ難しくしなくてもおー、うん、寒いっその場あと一回ギャンピンがここに来ましたこれで終わりだ佐藤さんは本当に安心して見てられるよ、えー、この曲は本当に素晴らしい打ちだったねこれなかなかできないんだよここが現物足りないんじゃないのもうないんじゃない ないのないよかあれよくリャンピン止まったね通りましたユミナさん筋そうですね現物ないと筋のリャンピン選びそうなところでしたが本当だよほーパーピンが早くてウーピン4枚見え専門的に言うとはい専門的に言うとそういう一打でしたねさあ流局です島村さんの一人天敗 いや面白い曲でしたねいう曲にはなりましたが8ピン第一だでウーピンが四枚切れだとローピンは当たらないうん2リいリャンピンよりも、ねね、安心に見えますねさあ何三曲ユミタさんの親番になります強択二千点もちょっと大きな意味を持ちそうですがそうだねドラはウーワンですよっこでしょさあユミタさんの真剣な表情ですどうだドヤ版の手配どうだどうだどうなんだ 九万と九ピンが、トイツ。<う>ピンズで、両面ターツ、うん、ローマンもトイツ。さあ、こちらです。一枚と。で。おお。おお、白重なって。四トイツ。ただ、これ五千点届か、まだ負けてるんで。まあ、何三局なんですけど。はい、これ、供託二番だよね。そうなんですよ。お大樹とスーピン。 思い切ったね。ねあれだ、端っこだ。ちゃんた的な、ちゃんた的なあれだ。トイトイかちゃんたか。だって四トイつだ,だからね。うんうん、ユミタさんは本一が好き。うん、プロの世界に興味がある。少しだけ。へー。い,いいね。さあ早速仕掛けが入りました。 入ってませんでした。入ってないね。い <laughs> 失礼しました。仕掛けたい人が二人、三人いる。三人ぐらいいるけどね。<laughs> そうですね、うん。佐藤さんが逃げ切るにはって感じの手だね。はい、うん。でもね、リールは大きすぎて。逃げなくてもいいみたいなところもあるんだけどね。うん、難しいね。どっちでもいい。 これはダブなんだっけはい、島村さんダブなんですお、ウーピンが入りましたお、来たじゃんドラも一枚あるしいいですねいいね、初切って <laughs> 次ヒーソー切ってがっつり行こうここがあ、佐藤さんほらもうなんかわ手配をさ、スリムにするもんね真ん中らへんの具形を嫌うのよ、うんえー、ウーソー、チーソーってってね、えー、あっ、なにこれ本一なにリャマンとりあえず切る こいつ見たくなりますね、うんうん、え、子供教室に通うとここまでできるようになるんだこれいい宣伝になったね本当ですね本当にユーロンの子供教室で、はあ、めちゃくちゃいい宣伝になったね今回2年とちょっと経験していると,いところですね、はい、すごいよこれだけできたらね、本当に楽しめるもんね家族マージャン以上に そうですね、うん、ね家族麻雀でもなんかよくわからないままやってる人も多いかもしれませんブチャそううの全然誰もできないからさ麻雀 <laughs> おっと来たぞ<っ>これあれじゃないかローワンローワンって言ってほらほら本ー労的なやつだよいいですねや華やかな役ですねどうだきた三万はうんいいんだよ パーピンかリャンピン切れるのか1,3点だろう。はいわかるかなリャンピンパーピン切れるかなおお、えらい素晴らしいえらいねこれリーチ、タンヤ、ドライチになると <laughs> マンガン積もると二三四着の人が結構並ぶんで <laughs>、はい、めっちゃ面白いこれオーラス先天差とかになるよさあ、チャンタの種なんだ、チャンタの種来たなじなんだ、三色 <laughs> 急走か何切れるのこれ？うん。うん純ちゃんの種。急走も数えるとブロックがなくなるんですね。ほら打ててるじゃん。おお<ー>。あ来た。あいいいい。いいいいこれちょっとこれはパーピン打てるかな？打てる。頑張れ。これはパーピン打ったらサブロ万クマパワーなんだけど。はい。う打った。 これも,でも難しいんだよ残りのパイがそうですね残りのパイが難しいんだよいやマンツの形がリャウパー1ロッキュー1タメンツ1で複合形でさあ <laughs> どうしましょう二面 <laughs> ンツ1じゃんとだからマンツ残ったらどうしましょう 1>, 1は難しいんだよあれ大丈夫かないくらね頭のいい子だって言ってたけどねマリチューは二 <laughs>、まあ、週間だからないかんせ ね、ドラ積もってシンプルに創造待ちになるのがいいですかね、うん、さてここでローピンから打っていきます島村さんゆくゆくはチーピンチーピンと払うのがいいんでしょうかダメだ出た反応早いねい泣きましたね <laughs> これ泣くと一層創待ちじゃない染めようか悩んでるのかでも私、うん、チーピン打つかどうかそれだと,それだとイーソー何枚出てるイー,ーイーソーは一枚出てますね 右層を切ると、うん、ウーパー層を切れば一層一層待ちそれを切ると関数層はいチーピン打って本位もありますし、うん、さあ島村さんがこっちで切ったねはい、珍しくじっくり考えましたね、はい、関数層ですこうしておくメリットはまあ一応ロー層、チー層、キュー層とか広くなるっていうね後にねうん、うんうん、そのメリットはあるんだけどね イイソーがね、国士っぽい人が一人いて、こイイソーがなさそうここ。ああ、由美田さんですね。ね捨て牌が派手すぎて、えー、確かにイイソー順からだったな。うん。なるほど、ここに1枚の打ち方は、ここうん、一つ一つあるんだよなこの打ち方。イイソーが期待しにくい。はい。で、はい。全然悪くないですよ。さあどうなる？はい。 スー,ソースー,ソーつかんだお止めた止まりました、ね、掴んだのに止めたよ島村さんが一つ仕掛けを入れただけでしっかり警戒している佐藤さんです、うん、トーンはションパイはいお<ー>いやこれ本当ににいそうそうだと思ってこうやってんなら本当とは末恐ろしいんだけどねこの子まあ完全絡むとね難しいですから、はい、難しいうんさーて どうしましょう、うん、これパーピン何切りましょう佐藤さんは大リード中すでに受けに回っているんでしょうかうそうなんだよねちょっと受けの意識ありそうですねはいポはい,いその9万をポンしたユミタさんですなかなか派手になってきたよ9万ポン難しいこれまた難しい<ー>9万ポンされるとまあスッチーピン切るかな うん、三万おこれね、<お>うん、五万を残しました。これね、一番いい選択したかもしれない。これね、サブロキューマンめっちゃ薄かったんですよ。サブロキューマンのところを払ってピンズの伸びも見つつと、はい。ローアン三枚見え、キューワン三枚見えだったんですよ。やばがししっかりこれめっちゃ大正解ですよ。ね、はい、あトーンションパイ。はあ<ー>、これ打ちにくいですよ。 そうですねユミタさんの仕掛けは9万ポンそして見たさん親なんで親なんでほら降りてうわ止まったああ降りて飛んで打つと大変なになるからああこれもわかんないでしょさすがにわかんないでしょあ今回は思考時間が短かったですようん全然悪くないよウーピンいっぱい出てるんではい、はい、リャングパワースチーピンリャングソなんで全然あリャンこれちょっと待ってくれ面白いことになったぞ

三層とか切れたらね答え知ってる神様なんてそんなこと知ってるわけないリ <laughs> アンゾーションね出てないんで。まあただこの数層を残せれば上がれる道はありそうですね。ある,すあるんです。だけどそれは無理だよ。うん,うん。さあセイラさんどうする難しいな。もしかし数層をすぐにつもぎりはしつつ、ね。ああエロいね。お,<ー>おこれでもしかしたら上がる道あるかもしれない、ね。あるかもしれません。さあ島村さんがダブナンの後にチーピンポン。はい

切れなかったトン短期で上がり切ったのは島村さんですお見事ダブナン2000点このダブナン上がりやばいよやばい、うん、トン止めてですね一旦トンが打てないなと回り道をして短期に持って行ってユミタさんから出上がりとなりましたいや島村さんはやはり実力あるところ見せてくれましたね あのねちょっと夢ねセイラちゃんがねあのねもうあとちょっとゆっくり考えてもよかったんだけどねうん、うん、大したもんだそうですねここまでの打ち方見てますとこうしっかり多分あそこで確認すれば天敗、うん、だそうそうャーパーマンだって気づけたかもしれませんね<う>さあこれで第ととなりました点数とか大丈夫かな高い手を作ればいい そうですね、うんえー、今のところは佐藤さんと島村さんが勝ち抜けという状況ですユミタさんは、うん、マンガンツモ、えー、親に対して1万1000点はいマンガンツモですねユミタさんもさんしねしっかり打ってんだけどねセラさんがハネマンツモですね、はい、手はいいよまあまあ みんな、はい、そこそこチャンスあるよドラハクですはい、ただこれ速攻決められちゃうかもしれないあの島村さんが初々と特急券をお持ちなので特急に乗っちゃうとちょっと早いかもしれないね彼女の場合効率がよくできてるんで、はい、ささっとこういうのでもうささっとやられちゃいそうだよねこれね難しい一品も九万もあるよおうまいねうまい選びましたうん くはドラ。はい。さあ佐藤さん一瞬点。お、換算マンが入りまして、由美田さん、由美さんはマンガン積もれば勝ち抜け。まあ、マンズをまとめていくがいい、ね。そうですね。一気通貫を絡めれば。もうすぐ、即席マンガンなんで。<laughs> ああ、痛い。 これは痛い。ああ、ドラが重なってしまった。うん、ちょっとね打点が欲しいところだったので。なるほど。うん。ただ私マジャー始めて二週間で三連敗のドラはわ<ー>かりません。そうね。チュンの次が何かは、うん、正直ね分からなかったですね。ただ、そうゲームセンス的な脳がすごく良くて、はい、はい、連続系とかが結構理解できてるんで。ええ センスはあると思いますよ相当いや楽しみですよねもし次にまたセイラーさんの魔法を見ると会があればそうこれで急走取っとくわけだよ一通ですねそうなんだよ相ずに寄せようかなっていう気にはあ、なんだこれはドラタン機のチーズもう張ってんのはい嘘あ染めたよユミタさんがマンズを仕掛けますねチ一ズだとはい。うんあれだよ カンウーマンの。ンウーマン鳴く白が出た?。すぐ出ました。あ、ちょっと待った、六四だと勝ちだな。振り込み勝ちだな、これ。チートイドラドラ八千です。あ、すいません。六四 <laughs> <laughs> つっちゃったえっと、二万点なので、はい、島村さんも残りますね。佐藤さんが五万点、うん、島村さん二万点、由美田さん一万七千、セイラさん一万三千点。ということで。うん、ええー、佐藤さんと島村さんの勝ち上がり。そうか。 いや、すごかったですね。二枚切れの白短気、うん、すぐあれがチートイツと判断できましたね。うん、いや、お見事でした。佐藤さんと島村さん、こちらはお二人の、うんま、経験豊富な。そうだね。うん、ちょっと出たね。その差がね。そうですね。しかし、セイラーさん、ユミタさんもいい戦いをしました。本当よ。 本当、もう一回見たいわ。そうですね。うん、残念ながら、お二人はここで敗退となりますが、今、うん、の一戦のご感想など、をまたじゃ、対局して伺ってまいりましょう。はい、皆さん、少々お待ちください。予選 B. 卓の戦いが終了しました。皆さん、お疲れ様でした。 では一言ずつお話を伺ってまいります。まずは B タク四着でした。長澤セイラさんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした緊張した?。いや、すごい緊張したんですけど。<laughs> まあ、頑張れたと思います。<laughs> 頑張ってましたよね。えー、おいプロ。頑張ってた。もう僕。初めて二、三週間だと、やっぱり。同じ色のものが、なんか六個も七個も来ると、うん、もう分かんなくなっちゃう。うん ねマンズがねあんなに来なくても最後分かんなかった、うん、<laughs> 大変でしたかはい大変でした大変でした。<laughs> した <laughs> <laughs> こんなに緊張すると思わなかったはい予想以上に緊張してましただよねみんな言うのプロでもね、うん、あの麻雀プロでもうずっと麻雀ばっかり十何年打ってるのに放送になったらガチガチで隣切っちゃったとかそんなの結構いるから良いんですよはい えっとねでも長澤さんのマーまた見たいなって思いました。はい。またやりたいなって思います。本当？じゃあ本当に何かコメントでもね、そう妹中頑張れって。本当ですか？うん。嬉しい。はい。ね続けてくださればいつかどこかで姉妹対決なんかも見られるかもしない。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。またのご登場お待ちしてます。そうですよね。まだ2年生ですもんね。はい。まだま年生ね。 またぜひお越しくださいはいお疲れ様でしたありがとうございますありがとうございます続きまして予選 B 卓3位でございましたユミたかりんさんお疲れ様でしたお疲れ様です2回戦はどうでしたかと途中チートイでリーチしたんですけどなかなか上がりませんあれ3枚いたのよかったんですよあれ完璧だったんだよ数層でしょはい あれなんだろうね <laughs> あれね本当にねプロから見ても素晴らしいあのチートイちって間違い1個しかないのに残りの3枚が全部ちゃんと山にいるっていうのは本当に珍しいんで素晴らしいリーチだったんだけどちょっとしたね運の差が出ちゃったんだよねうそうですね今日2回打ってみてどうでしたかそうやっぱっゲームと違くて、うん、実際にこう目の前に、うん 対局する人がいると緊張しますしなかなかこうゲームと違って思うようにいかないところがあったりしたので,で、ね、いい経験になったなって思います、えー、いや今まで今日リアルマージャンパイを初めて触ったっての忘れてました初めて触ったんだ <laughs> では,いはい、まあ、きっとねゲームも面白いですしこのマージャンパイ触るのまたねいろんな別の面白さがあると思うので、はい、これからもたくさんマージャン打っていただけると嬉しいですはい、はいぜひまた はい、お越しください。お疲れ様でした。ありがとうございますいまでは、ここからは決勝進出を決められた選手たちになります。まずはえ2着で勝ち上がり島村奈々さんです。おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。いやー、さすがの一言ですよ。<laughs> <laughs> 経験値がね。やっぱありますね。すどこか自分の中でこう。ここは良かったとか。もしくはここが。 反省してるとか、なんか思い出はありますか、今のゲームで。ゲえっと、ダブナンで上がった時の、トンタンキーですね。はい、あれ、かっこよかった、ね。こ <laughs> ういう風の、トン打てなくて、一回止めて、まあ。打ちにくいから。うん、そうね。あの、あそこで、トンとか、ロンって言われちゃうと、大変なことになるんで、うん、回りながら。はい、素晴らしい、トンタンキーでしたね。<laughs> ありがとうございます。ね、いきなり一回戦は休憩で、いきなりの登場でしたけど、はい、緊張はしましたか。いや、もう、すごい緊張しましたよね。ね <laughs> <laughs> 次はもっと伸び伸び打てそうですかはいちょっと緊張をほぐれたので<え>もっと次はいいマージャンを打てたらいいなと思いますはいじゃあ少し休憩していただいて、はい、決勝戦でも頑張っていただきたいと思いますはいおめでとうございますありがとうございますはいでは首位で勝ち上がりでございます,す佐藤恵美奈さんですおめでとうございます <laughs> ありがとうございます いやいい笑顔が見えました安心しました安心したなんかみんな振らないようにって思って頑張ってたんですけど周りがすごいすごい向かってくるからりどうしようと思ってねリードされてるからでも守り切りましたねよかったです最初に大きくリードしてその後はしっかりねおいプロ守っていきましたねそうなんですよその 守備意識というかあの守る意識あんまり振り込みたくないっていう意識がすごくあの序盤から出てて構え方がすすごくいいんですよねだからあの中盤以降全員に押し返された時もその安全牌に困ることあまりなく、うん、はいその辺が素晴らしいなとありがとうございます、はい。ねもうきっと2回打って少しこう慣れも出てきました、はい、気持ちもほぐれてね、はい、次は決勝になるので頑張っていただきたいと思います。はい ありがとうございますお疲れ様でした <laughs> じゃあお疲れします。<laughs> 選手の皆さんお疲れ様でしたさあ、えー、それではですねこの後は決勝宅の模様をお届けしますその前に少々コーナーもお届けしますので皆さんそちらもご覧いただければと思いますではまた後ほどお会いいたしましょう